えー、今回はですね、喫煙に対して、まあ、一つオリンピックの出場候補があ辞退したということになったらしいんですけど詳しくは知りませんけどもね。まあ、そのニュースに対して、えー、このようにコメントを入れてくださってる方がいます、えー。19歳の飲酒喫煙で大人たちがこんな一斉攻撃するのやめようぜと。目くじら立ててる大人たちが19歳の時はさ、タバコ吸ってる奴なんてゴロゴロいた。まあ確かにそうなんですよね。 まあ私の時代もそうですけども今50代60代以上お過ごしの方が幼い頃そうですね10代前後の頃っていうのはまあタバコがあちこちで吸われていて吸い殻も道端に落ちてるしっていう感じだったと思うんですよまあそれから徐々に若年層がタバコをやめていって20年30年そして40年経った今に至って今40代50代に 限らずですけども全年齢でタバコを吸う人は減りましたよねでタバコをやめてみるとタバコを吸っている人のことをねいろいろと偉そうに言う人が出てきたわけですけどもそういった人たちも、まあ、喫煙をやめたからこそ言ってるのかなというところもありますし元の記事はどうなってるんでしょうね、えー、元の記事が引用されたものがヤフーニュースにありました、えー、喫煙で五輪代表剥奪になったあまりに気の毒釣り合わないというふうに 言われておりましたね。まあ確かにタバコ一本でオリンピック出場どうなのっていうふうに、せこいこと言うなよと私は思っちゃうんですよね、そのぐらいね。ちゃんと選手として立派に活躍すればいいんじゃないかなと思いますけども。はい。そして、まあ俳優のこのなんとかさんがね、19日に自身の X でこのように綴ったというのが先ほどのコメントですけども、もう一回読まさせていただくと、真偽のほどはまだわからないし、こんなことを言うとまた叱られそうだけど、 喫煙で五輪代表剥奪になったああまりに気の毒だと思う。やったことと結末が釣り合わない。それだけプレッシャーやストレスも大きいってことだよなと。目くずら立てている大人たちが19歳の時はタバコ捨てるやつなんてゴロゴロいたぞと。<laughs> まあそうですよね。私もね、そんなね、タバコごときのことでどうこういうようなもんでもないと思うんですけどもね。まあくだらないかなと。 いうところでございます。まあ、それだけ痛くってなんか <laughs>、この動画撮ったのも、なんだかなっていうところですけどね。まあ、タバコぐらいで目くじ立てるなっていうのはもうその通りですね。はい、それじゃあ、以上です。